し、ペダルし、ケーキ、ああ、メガネよし、もう一回やろう。右足、左足、メガネ足、どうも、ケンゴです。バーチャルのケンジです。さあ、やってまいりました。やってまいりました。モテギラウンドの予選日でございます。イエーイ。まあ雨ですね、今日は。はい、雨になっちゃいました。昨日のね、ドライセッションは、ちょっとトップとは下がったものの、まあ2番手っていう結果だけ見たらね、そこそこいいスタートを切れてるんですけどね。ああ、もう昨日はドライだったのに、ああって感じです。ここに来て初めてね、天気予報が当たるという。そうです。なんか曇りとかさ、なんか雨でも降らなかったりとかね、降水確率 60% でやっぱ降んねえのかみたいな。いや、期待してたんよ。今日も60とかだったもんね。そう。期待してたんだけど、期待ってやっぱするとダメだね。逆に前降るとかしてなかったでしょ。してなかった。期待、あ、雨だねって思ってたじゃん、受け入れてたじゃん、うん、ダメなんで、思わせぶりってひどいよ。あるよね。ある。カードゲームとかでもさ、次当たるぞ。嘘でしょお前。何しに来たの。お前何しに来たの。遊びに来た。遊びに来た。カンジラです。やった。この後、予選が今日はね、控えておりまして、予選だけという日程になっておりますね。午前中で終わっちゃうから、ね、もうすぐスタートですけど、気を引き締めてね、はい、やっていこうと思います。はい、まあ都合の時のようにならないようにね、私は。昨日は19番手で終えて、雨はね、ちょっとね、低迷気味ですけれども、序盤から攻めすぎず、しっかりとこう、腰淡々とね、ラップを刻んで、最終的にいいとこ行けるようにしたいと思いますね。頑張るぞ。というわけで、予選の模様をどうぞご覧ください。でーん、でーん。いや、俺戻ってきちゃったね。
はい、というわけで予選の動画ね、いかがだったでしょうか。ちょっとね、バタバタしすぎてしまったかなというような感じはありましたけれども、まあね、無事じゃないけど、終了してよかったんじゃないかなと思います。はい、で今ご覧いただいているのはね、決勝に向けたメンテナンスの様子なんですけれども、ちょっとね毎回なかなか使わない素材だったんで今回、珍しくちょっと使ってみました。まあ予選が終わったら決勝に向けて、まあ、ブレーキのメンテナンスだったり、まあ、オイル交換だったり、まあ、場合によってはクラッチ周りのメンテナンスをしたりしますね。はい、こうやってケンジはね転んでしまっているのでちょっと分解する範囲を広げてですね、入念なチェックを行います。結構ね転ぶとダメージの来るところだったりがあって、それがね走りに影響しちゃうとやっぱり決勝ちゃんと走れなかったりするので、こういったところからねしっかり決勝に向けて準備をしているところです。まあね決勝編どうなるかというところもありますけれどもね、予選編もうちょっと続きますのでぜひご覧ください。頑張ります。俺の圧力に負けちゃったよね。頑張るぞ。やばい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 。結構ね、ランナーズハイ。ランナーズハイだよね。そうですよ、ランナーズ。ありがとうございます。でもポジティブですね。はい、これあのライブの方チェックしてみてください。というわけで、はい、本日予選終了いたしました。なかなかね、予選のくせにスリリングな展開でした。17のは分かってるんだけどこんなにスリリングにする人はない。本当もう、ね、俺の方はちょっとトラブルが出ちゃって後半というか前半ね全然ちゃんと走れなかったっていうところがやっぱり結構痛くて、でも路面のねコンディションが悪くなった中でこういい走りができるっていうか安心して乗れるっていうところは、しっかり分かったんで明日の決勝はね大丈夫だと思います。まあ晴れるっていう予報ですしちゃんと走ればいいレースできると思うんでそんな感じで頑張っていこうと思います。それでは、予選ボンジョルノ転んじゃったな惜しかったねっていう方は、ぜひチャンネル登録と高評価で応援をしてください。それではまた決勝編の動画でお会いしましょう。どうなってるかな。バイバイ。ちょ、俺が落ち着けてんのにいつもなんかそれが落ちになっちゃったじゃん。対してね。予選32番手でおりました。明日頑張ります。